録。リス、僕、旅に出なきゃならない。ある朝、アリが言った。リスの家の前の枝に並んで座っていた時のことだ。リスはまだ起きたばかりであくびをしていた。本当に行かなきゃならないの？って聞いちゃダメだよ、とアリは言った。本当に行かなきゃならないんだから。でもそんなこと聞いてないよ、とリスは言った。うん、でも今ちょうど聞こうとしてただろう。正直になれよ。リスは黙ってしまった。僕たちにできるのは静かにお別れすることだけなんだ。リスは言った。嘆いたり涙を流したり寂しくなるなとか、早く帰ってきてとか言ったりしないで。僕はそういうのが大嫌いなんだよ。リス、分かってくれよ。リスはうなずいた。ちょっと戸口に立ってみて。アリが言った。リスは言われた通り戸口に立った。アリはリスと握手をして言った。じゃあね、リス、またね、さよなら、アリ。リスは言った。良い旅を。でもアリはその別れ方に満足できず、立ち続けていた。喉を詰まらせているのが聞こえるんだよ、リス。やり直してみたが、今度はリスの目に涙がきらめくのが見えた、とアリが言った。それに良い旅をというのもアリのお気に召さなかった。僕がいなくなるのが嫌なんだろう、リス。隠したって分かってるんだぞ。隠したって分かるんだぞ。リスは黙った。冷静になれよ、アリが叫んだ。リスはもう一度、最良の旅をという言葉でやってみて、その後には何も言わず、互いの顔を見ないでやってみた。今までやったことがないほど冷静に。でもアリは満足しなかった。それじゃあ、これじゃあ旅に出られないよ、とムッとしてアリは言った。これじゃ旅に出られないよ、ムッとしてアリは言った。実際どうしても旅に出なきゃならないのに、絶対にどうしても、とリスは言った。それからどちらも黙って昇ってくる太陽の光を浴びながら、リスの家の前の枝に座っていた。森はもみの木の匂いに満ち、遠くでつぐみが歌っていた。